どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はクアラルンプールに来ております。今回ですね、恒例といってはあれなんですけども、本日はですね、このクアラルンプールのマリオットホテルで一番ポイント数が少ないホテルにね、ちょっと来てみようかなというふうに思いまして、このホテルにね来ております。でこのホテルがですね、マリオットプトラジャヤホテルっていうねホテルで、まあ、今チェックインしたところなんですよね。ちょっとタクシーで来て、流れるようにねチェックインフロアに誘導していただきましたので、ちょっとねここからスタートさせていただきたいなと思うんですけども、本日はねこちらに一泊はしないんですけども、ちょっとね飛行機のフライトが明日の朝なんですよね。ですんで、まあ一泊っていうか、まあ今日の日付変わった深夜ぐらいにここ出発するんですけども、まあひとまずね、まあここで、しばらく滞在して空港の方ね向かいたいなっていうふうに思うんですけども、まあせっかくなんでね、一番少ないねポイント数のホテルを泊まってみようということでこちらに来ました。でここのホテルね、なんと6500ポイントで一泊できるんですよ、マリオットポイント。やばくないですか。なんかね、こうクアラルンプールの中でもここはねちょっとリゾートっぽい場所みたいで、ホテルもめちゃくちゃでかくて、でプールとかもねあるようなホテルなんですけども、まあ、本日はねこちらに一泊ね6500ポイントで宿泊させていただいております。すごいですよね、6500ポイントですよ。はい。でしかもですね、ここ6500ポイントなんですけども、プラチナ以上持ってる方はチョイス特典で1000ポイント選べるんですよ。まあ、もちろんねギフトだったり、あと飲み物とかね、そういうものも選べるんですけども、まあ、6500ポイントで、しかもね1000ポイントを選べばですね、ここね5500ポイントで一泊できるんですよ。やばいですよね。ちょっとね衝撃だったんですけども、本日はねこちらに一泊、まあ一泊っていうか、まあ数時間ね滞在していきたいなと思います。でお部屋ね、いつも紹介させていただいてると思うんですけども、ちょっとねラウンジの方が、今ね3時半あもう4時前なんですけども、アフタヌーンティーが4時半で終わってしまいますので、先にねちょっとラウンジの方見に行ってその後ですね、はい、皆さんにね客室ね紹介していきたいなと思います。ということでラウンジの方早速行きましょう。ということでラウンジに入ってきました。こんな感じになっております。いや、かなり広いですね。はい。ということでカクテルタイムじゃなくて、今はねアフタヌーンティーということで、はい、こんな感じで、これはパンですかね、あとカステラとケーキ、あとこれは何だろう、ちょっと分かんないですね、羊羹みたいなもんでしょうか、あとサンドイッチ、トマトサンドイッチですね。はい、ということなんでせっかくなんでいただきましょう。でこちら側にね飲み物が入ってます。ペプシとセブンアップとトニックウォーター、クラブソーダ、これは炭酸水ですかね。はい。あとこちらオレンジジュース等々も入っております。ということでいただきましょう。あ、お水も入ってますね、下に。いや、これはありがたい。ということで席に着きました。飲み物はここにあるのと、バーカウンターに今置いてあるんですけど、食べ物が。まあ、そこに人がいらっしゃって、コーヒー等々はね、なんか作ってくれるみたいな、そんな感じでしたね。ということでこのシンプルなトマトサンドイッチをもらってきました。うん、非常にシンプルな味で、うん、美味しいですね。うん、多分パンにバターを塗ってトマトを挟んであるだけっていう感じですけども、美味しいです。ホテル着いてからね、グラブのフードを頼もうと思ったんでちょうどよかったです。 Thank you。今ねカプチーノを持ってきていただきました。はい、こちらいただいてね、ちょっと客室に戻って、ホテルのルームレビュー、ね、ルームツアーか、やっていきたいなと思います。あとコーヒー頼んだんでちょっとねゆっくりしてから行きたいと思います。ラウンジ自体はねかなり広いですけども、はい、利用されている方はいらっしゃらないですね。であとバルコニー席とかもあって、ちょっとね今雨降ってるんでねお見せできないんですけども、バルコニー席はねタバコとかも吸えるみたいで、灰皿とか置いてありました。ということでカプチーノうまいっすね。ということでちょっとゆっくりして客室ね戻りたいと思います。ということで今ね一回雨が止みましたので出てきました。めちゃめちゃ見晴らしいですね。はい、多分中心地からかなり離れた場所だと思うんですけども、でルーフの座席はこんな感じになっておりまして、灰皿がありますんで、
タバコを吸うこともできます。いや、いいですね、はい、本当にリゾート地みたいな、そんな感じですかね。下に軽くプール見えるかなと思うんですけども、はい、プールもあります。ウォータースライダーみたいなのもありますね、まあ、滑り台みたいな、はい、こんな感じになっております。それではね、今ホテルのロビーに来てるんですけど、めちゃくちゃでかいですね、うん、めちゃくちゃでかい。ここはメインロビーエリアになってまして、1階にはねこんな感じで、で奥にはプールとかもありますね。でこっちの裏に、受付、まあ、チェックインデスクがあったりして、ロビーもめちゃくちゃでかいです。はい、こちらは正面玄関ですね。いやー、すごいですね。なんでこんなにポイント、必要ポイント数少ないんですかね、ここは。まあ、ちょっと建物はね、すっごい新しいかというと、まあ、そこまで新しくはなさそうですけども、でもすごい安いですよね。ではちょっと外出てみましょうか。入り口らへんに来たんですけども、こんな感じになっております。すごいですよね。ホテルのロゴとかがないのかな今ちょっとそれを探しに来たんですけど、なさそうだな。でここにめちゃくちゃでかい噴水がありますね。いや、本当にめちゃくちゃ大きい。はい、こんな感じになっております。すごいですね。はい、ということで一回客室戻ってルームツアー行きたいと思います。いや、すごいですね、本当にめちゃくちゃ高い噴水。それでは客室の方に戻ってまいりました。はい、今回はこちらですね、666号室ということで行きましょう。私はちょっと先ほどね、客室見させていただきましたけども、中入るとこんな感じになっております。いかがでしょうか。結構広いですよね、うん、これ一番あのポイント数が少ない客室で、ここで多分今回ねアップグレードはしていただけてないと思いますね。はい、ということで見ていきましょう。こちらにね、物置台があって、こちらにテレビですね。こちらは何インチだろう、50インチぐらいかな、もうちょいちっちゃいかもしれないですね。はい、テレビがありまして、こちらにデスクがあります。もう鏡がねついてて、お化粧とかもできそうですね。はい、こんな感じになっております。でアルコール消毒シートとか置いてありますね。でコンセントは、コンセント、日本のコンセントも使えるコンセントと USB タイプ A が2つですね。はい、でなんとこの客室はですね、バルコニーがついてまして、外に出ることができると思います。あ、入った入った、こっち側来るな、よいしょよいしょ。ということでこちらはねプールビューになってて、こんな感じで景色を楽しむことができます。はい、プールもかなりでかいですね、ここ。いや、すごいな。よくないですか、ここ。5500ポイントですよ、このホテルすごいですね。プールもめちゃくちゃでかいですね。はい、こんな感じでバルコニーもあります。でこちら側に結構でかいですね、3人掛けぐらいのソファーがあります。でこちらがベッド周りですね、目覚まし時計とコンセント、 AC のコンセントがあります。であとメモ帳と電話がありまして、こちらがベッドです。ベッドもかなり大きいですね。はい、でこちらです、こちら側にも AC が1個と電源タップですね。はい、そんな感じになっておりますね。でこちら側にお水ですね。はい、これは無料でもらえるお水で、あとコーヒーマシン等々があります。コーヒーマシンはコーヒーのね、あのインスタントがありまして、ケトルがあります。でこちらに、あ、冷蔵庫ですね。はい、冷蔵庫もついておりますね。でこちらにクローゼット、あ、ガウンが入ってますね。はい、でアイロンとアイロン台とスリッパもね下の方についてます。いいですね。でもう一個、あ、こちら側に金庫ですね。金庫はついてて、まあ、下の方には特に、あ、ランドリーバッグとかが入っておりますね。この下はないかな。お、これは何だろう、ちょっと分かんないな。でドライヤーがここに入ってますね。でバスルームです。
はい、バスルームはこんな感じになっております。あ、かなりでかいですね、バスルームも。いいですね。はい、でこちらにね、お水また2つセットされてます。これは非常にありがたいですね。あの水道水が飲めない関係もあって、あのペットボトルでね口ゆすいだりするんですけども、ちゃんとねあの足りなくならないようにちゃんと置いてあります。でアメニティは石鹸、このアメニティですね。はい、これはニューヨークとかでも結構見ますね、これね。あとマウスウォッシュ、シェービングキット、歯ブラシ、あとシャワーキャップとかね、ヘアバンドとかもあります。まあ一通りものは全部揃っておりますね。あとティッシュとゴミ箱があって、こちら側にバスタブです。まあ普通のバスタブ、ちょっと小さめですけど十分ですね。はい、で上にバスタオルがありまして、反対側にシャワーブーツが独立しておりますね。これは非常にありがたいですね。よいしょ。でアメニティは先ほどと一緒のやつがボトル型で置いてありますね。はい、でシャワーは固定式と可動式両方ともありますね。いやいいですね。であとお手洗いがこちら側にあります。はい、こういったところでしょうかね。ということでこちらのね、マリオット名前がね、こちらマリオットプラトラジャヤっていうホテルですね。こちら一泊ねお世話になります。まあこちらは中心部から外れた、まあ、ホテルになっておりますので、まあ観光っていうよりかはどっちかというとリゾートみたいな感じなんですかね。はい、でまあプールもありますし、客室もかなり広いですよね。で設備もね、まあ十分なんじゃないかなっていうところですかね。うん、バスタブもありますし、はい、でクラブランジにはですね、先ほど言った段階ではジュースとお水と、あと先ほどはねアフタヌーンティーの時間でしたので、まあ、軽食があったりとかで、ラウンジ自体はですね、イブニングカクテルタイムがですね5時半から7時半、まあ、この後ね あるっていう風になりますんで、5時半になったらねまた見に行こうかなと思うんですけども、まあおそらくねイブニングカクテルタイムっていうことですので、まあお酒もね提供あるんじゃないかなと思います。という感じですかね。このホテル6500ポイントってすごくないですかちょっとびっくりですね。うん、まあクアラルンプール自体が、まああのポイント宿泊自体ね少ないホテル多いんですけど、まあその中でも今回ね一番少ないホテルね、ここと AC ホテルクアラルンプール、この2つがね一番安かったんですよね。両方とも6500ポイント、まあここも向こうも6500ポイントだったんですけども、まあプラチナ以上の方であれば先ほど言った通りね、あのチョイス特典で1000ポイントね、あの選択できますので、まあ、さらに1000ポイント下がって5500ポイントでね宿泊することができますんで、めちゃくちゃいいですよね。はい、しかもラウンジもありまして、もちろん朝食もね利用することができます。はい、ちょっとね残念ながら私は明日ね深夜に出てしまうので朝食は利用できないですけども、朝食もねあのサービスとしてあるっていう話でした。はい、そういう感じになります。いやー、これはなんでこんな少ないんでしょうね。ちょっとわからないですけども、ぜひね、まあ、観光っていうよりかは、ちょっとね、ゆっくりされたい方はですね、こちら利用していただくのもね、いいのではないのかなと思います。多分観光はね、多分観光、まあ、かなりね、中心地から離れておりましたので、はい、多分観光とか、タクシーとかになっちゃうと思うんですけども、うん、まあでも5500ポイントだったら、まあいいかもしれないですね。うん、タクシーで行って一日観光してでタクシーで帰るみたいな、まあそんな感じでもまあ悪くはないですよね。いやすごいなまあということで今回ねこちらの、マリオット、プタトラジャヤホテルにね一泊お世話になります。ということで今ね、4時半ということで、あと1時間したらですね、イブニングカクテルタイムね始まりますんで、そちらもね見ていきたいなと思います。ということでしばらくねゆっくりさせていただきます。では時刻は17時半を過ぎましたのでランジ行きたいと思います。明日ね2時半ぐらいにホテルを出るんですよ、深夜の。ですんで何回だっけ、12回、もうラウンジで軽く食事してお風呂入って休みましょうかね。
そうですね、1時とか1時半とかに起きなきゃいけないんでね、そんな感じでいきたいと思います。では入ってまいりました。ヌードルがありますね。ベジタリアンスープとカレースープで、シューマイ、あといろいろありますね。ちょっと何かは分かんないですけども、これはポテト、これはチキンですね。あと餃子、チキンポップコーン、これはチキンなんですね。であとはスイーツがすごいですね。めちゃめちゃ充実してる。わ、すごい、すごいですね。巻き寿司まである。へえ、すごいですね。でサラダと、いや、めちゃめちゃありますね。でこちらにお酒もあります。いただきましょう。それはですね、ちょっとビールを、ね、いただきながら、ゆっくりしようかなっていうところなんですけども、なんとですね、今ね、視聴者の方に声をかけていただいて、びっくりですね、はい、まさかクアラルンプールのホテルでね、なかなかそんなことも予想もしてなかったんですけども、声をかけていただいて、もしかして平井さんみたいな、いや、あるんですね。海外のホテルで声かけていただくって、まあごく稀にありますけども、ほとんどないので、ちょっとびっくりですね、はい。昔一回ね、ニューヨークの W ホテル、もう結構前に宿泊させていただいた、もう3年前とか宿泊した W タイムスケア、あそこでもね、一回エレベーターでお声掛けいただいて非常にびっくりしましたけども、はい、クアラルンプールでもね、声をかけていただいて、いや、ありがたい限りです。はい、あの、見つけましたらじゃんじゃん声かけてください。ということで、ビールね、いただいて、うまいですね。ひとまずさっきね、パンをいただいたんで、まあ、軽くいただきたいなと思うんですけども、どうしようかな、はい、ちょっとチキンでもいただいて行きましょうかね、はい、ビーフサブです。はい、いただきます。うん、あ、カレー風味ですね、美味しい。ちょ、ぼちぼちね、いただいて、客室戻ってね、はい、今日のところで早めに休みたいと思います。1時ぐらいには、ね、起きないといけませんのでね、はい、ということで、あとチキンも取ってきたんで、チキンも食べましょう。うん、あ、美味しい、美味しい。うん、これめっちゃうまいですね、うん、じゃあちょっとね、ビールゆっくりいただいて客室に戻りたいと思います。おはようございます。時刻は、1時57分になりました。ラウンジから帰ってきて、少しね、仮眠をとって、仕事をしてちょっと仮眠をとってね、今の時間帯になりました。ちょうどね、1時半ぐらいに起きたんですけども、今ね、パッキングが終わって、もう準備万端ということで、チェックアウトして空港の方にね、向かいたいなと思います。では行きましょう。忘れ物は大丈夫かな。よし、行こう。よいしょ。いや、お世話になりました。いや、このホテルが5500ポイントだったら本当に未だに信じられないですね。なんでこんなに安いんだろう。5500ポイントですからね、もう安いレベルでちょっとやばいですよね。本当は6500なんですけど、プラチナ以上だとチョイス特典で1000ポイントね、もらえて5500ポイントですね。これはね、エレベーターです。閉めないじゃん。このホテルはね、キーを探し、あの、かざしたらその階に行けるとかね、そういったセキュリティ系のあれはないですね、はい、誰でもどの階も行けると。まあ、ちょっとね、中心地から離れてますからね、そうなってるのかもしれないですね。いや、このマリオットの香りもね、久しぶりに感じて非常になんかホッとしますね。はい、ということでチェックアウトしていきましょう。はい、グッモーニング。チェックイン、チェックアウトプリーズ。チェックインアウト、
ということでチェックアウト完了です。 Thank you。 はい、ということでグラブ呼びましょう。 Thank you。 それではグラブ乗りました。30分ぐらいですかね。はい、空港まで揺られていきたいと思います。はい、ということで到着いたしました。バゲージドロップがあればもうこのままバゲージドロップで手荷物預けてオンラインチェックインでね、搭乗券ゲットしてますんで入っていきたいなと思うんですけども、いやー、クアラルンプール懐かしいな、来ましたね。うん、嬉しいです。これがまたバゲージドロップが預けられないとダメですね。あー、でもダメそうですね、やってない。うん、普通にチェックインするしかなさそうですね。今どでかい駅伝号掲示板の前にいますけども、私のは 7時何分発だったかな。あ、来た、成田ありました。これですね、 J カウンター UAACNH816 便です。J カウンターということでまだやってないと思いますね。はい、今の空港はこんな感じです。まあ、今夜中の3時なんで、まあ当たり前ですけども全然人いないですね。でも音楽はガンガンかかってますね。はい、そしてもうクーラーが効きすぎてちょっと寒いですね。上着着たいと思います。予想してました、クアラルンプールといえばクーラーガンガンみたいな。ここはタイ航空、フィリピン、上海航空のカウンターですね。今左側通り過ぎました。バゲージドロップないのかな、あればもうないかな、制限エリア行けるんですけどなさそうですね。ここは ANA ですね。はい、ANA エバー、JAL とかもここです。ということでカウンター開くまで待つしかなさそうですね。では今3時2分なんで、もうしばらく待ちたいと思います。